皆さんおはようございます。2018年3月の12日、朝の5時11分です。よろしくお願いします。アイテムありがとう。アイテムありがとう。ごめんね。ちょっと、さっきの枠、収集つかなかったね。申し訳ない。申し訳ないです。いやーもうひどいな。過疎生主特有の喋れなさっていうかさ、あれ放送事故でしょ？あれ完全に。放送事故でしょ？ひどくない？ちょっと。いや、俺はね、ちょっとね、喋れなさ、絶望感だった。いや、俺は、のぼるさんだと思ったんだけど、のぼるさんはね、もっと別の形で絡まないダメだと思ったね。どうした？水ちょうだい。いや、のぼるさんは多分ね、俺、多分相性いいと思う。のぼるさんは多分、また別の機会で絡みたいね。のぼるさんは。じゃあ、バニーはね、ちょっと説教しようと思って。バニーはちょっと言っとかないとあいつわかんねえだろうなと思って。質問あったの？あ、じゃあ上がっておいで。今上がっておいで。うん。いいよ、上がっておいで。いや、閲覧の問題じゃないでしょ。もう。いや、結局ね、烏合の衆っていうかね、集まるとこんな感じなんだよ。いや、ちょっと、いや、まあ、正直言うとバニーが一番面白くなると思ったんだよ。あそこでのぼるさんを選択しないのはセンスだよ。相性の問題とかいろいろあるから、多分ね、のぼるさんはリアルであった方が面白いと思うね。そしたら上がりましょうか。はい。ちょっと待って。トンさん。はい、ありがとう。もしもーし。もしもーし。もしもーし。あ、もしもし。こんばんは。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいしや、ます。朝、あ、よろしくお願いします。お父さん。え、私が誰か分かりました？とりごあめんなず。さい、ちょっと覚えてないですね。はるさん。はるさんって名前結構多いんすよ。それなら、なんかその方が嬉しい。和田さん、大丈夫ですか？なんかさっきの見てて、すごい、なんか、これがふわっちの闇なんだよって言ってたから、あ、闇っそていううなんか、いや、闇じゃなくて、ふわっちの悪いところ全部集まってるっていう。だ。あ そういうことなんですね。そう、和田さんが全然喋ってないから、何なんだろうと思って。そう。なんか皆さんね、たくさん召喚してくださってるのに、お礼もなかなか言えない感じだったし。まあ、全然構わないですよ。ちょっと僕が上げすぎたっていうのがあったんで、人数を。一人一人とちょっと向き合えてなかったんで、順番でやればよかったなと思ってますね。あ、そうですね。そう、なんかね、質問っていうのは、なんか、なんだっけな、ブロックされてる配信とか、あとほら、ちょっと、ただ見てたいだけの配信とか、なんかログアウトして、前見れたじゃないですか。なんか、ログアウトしても見れないんですよね、今。今そうい見うれない。配仕様信。が変わりましたね。ブロックされて、要はログアウトしたら見れてたんですけど、今 IP で管理されてるんで、Wi-Fi スポットとかを変えないと見れないんですけど、多分 Wi-Fi スポット変えても今見れないですね。あ、そういうことなんですね。それだいぶ前に仕様が変更されたんで。ああ、そういうことなんだ。いや、私なんか全然情弱なんですよ。機械音痴なんで、相変わらず配信しても、こう、スマホで 配信しているような感じなんですけど。はい。あ、そういうことだったんだ。そう、ほんとすごい謎で。あ、そう、金梅さんと、初詣に行って祝電された春です。はい。ほう。YouTube に勝手にあげられてます。はい。そう、笑えます。
そんな感じです。なんかああいう、勝手に上げられた映像ってどうしたらいいんですかね。でもあ、なんもう、か、しょうがないですよ。これも上がっちゃいますし。あ、ありがとう。アイテムありがとう。しょうがないですよ。それはもう、上がったのもほっとくしかないです。もう勝手に上げられたのは、もはい。う、ほっまあ、としょうくがしないでかす。ない。はい。なんか私、記憶なく酔っ払ってて、これこれさんに文句言っちゃったのとかも上がってて、これこれさんって絡んだことありますか？ないですね、僕は。ああ、私も、なかったんですけど、なんか、まあまあ、しょうがないですね。有名な人に絡んじゃうと、やっぱり。なんかいつもなんか酔っ払ってる時になんか、いろんな人と絡んで、で、勝手にあげられちゃったりしてるんで、なんか不安だなとか思っでて。も、あれですよ。YouTube で配信者のハルチさん、よく見て楽しいって見ません？リスナーさん目線だと。なんか、リスナー目線だと、まあ、見て楽しいって見るじゃないですか。便利だなって YouTube。あれ全部違法アップロードですよ。本人たちが上げてるわけじゃないんで。だからしょうがないっすよ。楽しい人がいるんで、それを見て。ああ、そういうことなんですね。諦めるしかないっすよ。わかりました。アドさんまた、ちょっとロムって、あ、配全然コ信メン見ト書いまてくだす。さい。ぜひぜひ。あ、はい、絡んあでくりだがさい。とうございます。頑張ってください。頑張ります。ありありががととううごござざいまいした。ました。失礼します。失礼します。ありがとうね、匿名さん。匿名さん、アイテムありがとう。匿名さん、たくさんアイテムありがとうございます。ありがとう。無料アイテムを配られてるんで、ぜひ応援してください。三国志、5で、僕は5ですね。アイラと一緒かな？ 5 を選択したんで、ぜひぜひよろしくお願いします。アイテムありがとうね、たくさんみんな。もしね、なんか一言言いたいことがあるとか、質問があるとかあったら、一人ずつ、放送に上げていこうと思うんで、上がってみたい人は、配信者、リスナー問わず上がってみてください。どんなことでもいいですよ。物申したいとか、文句があるとか、質問があるとか。琴音ちゃんいらっしゃい。久しぶりだね。アイテムありがとう、みんな。ありがとう。アイテムありがとう。みんな。ありがとうございます。やばいよね。カオスだったよね、さっき。ノマイル R さん、ワード2、おはよう。おはようございます。ありがとう。スーパーレアっていうのが出るとすごいんだね。ワードのことに興味感じない人は上がるな。っていうか、なんか、俺の放送見てない人が上がるからよくわかんなかったよね。ああ、さっきのヒデの人？アイラのところにいるんだ。おはよう！アイテムありがとう。みんなアイテムありがとね。おはよう。ありがとうございます。期間限定アイテムっていうのが出てるみたいなんで。もしよかったら無料アイテムください。いや、すごいよね、本当に。笑うっつうかもう、なんか、面白いな。肉まんありがとう。みんなありがとう。おはよう。匿名さんおはよう。なんかあれだよね。こういうコラボとかするとコミュ障なのが出るでしょ。コミュ障っていうかね、なんかね、多分ね、自己愛性人格障害なんだよ。だから他人に関心が全くないんだよね。スーパーレアが課金アイテムなんだ。ありがとう。で、運がいいと超スーパーウルトラレアみたいなのが出るのね。あ、オッケーオッケー。ありがとう。たくさんありがとう、みんな。ありがとうね。
ランキング多分、マンスリーポイント高いんだろうね、これね。無料アイテム。なんかメガホンみたいな感じだろうね。もしよかったら無料アイテムをぜひたくさんください。おー、スーパーレア、ありがとう。スーパーレアっていうのが課金アイテムなんだ。ありがとうね、課金してくれた人。今は誰ともコラボしてないよ。誰も上がってきてない。ピンでやってます。ありがとう。肉まんありがとう。バニーは来ないね。いや、バニーのおっさんには説教しようと思ったんだけど、ああいうおっさん嫌いなんだよ、酔っ払いの。酔っ払いが嫌いなの、俺。酔っ払いと、年取ってるとか金持ちだとかで横柄な人大嫌いの。説教したくなるんだよね。ムカつかない？なんか、金持ってるからとか、社会的地位があるからとかっていうのを鼻にかけてさ、若者いじめるやつ大嫌いなんだよ、俺。ありがとうね、アイテム。キング V 大嫌いだよ。俺本当にぶっ飛ばそうかと思ったもん。止められたけど。キング V 大嫌いだよ。金梅さんにもう止められたもん。さすがに、ヒカルくんが止めてくれたんだよね。あいつは大嫌い。で、さらに、さらに酒飲んで態度悪くなるやつ大嫌いなんだよ、俺。いるじゃん。別に酒飲む分にはいいけど、周りに迷惑かけんなよっていう。そう。酒のせいにする人大嫌いの。酔っ払ってるからごめんねーの意味がわかんない。お前が好きで飲んだんだろうっていう。家で飲めやっていう。別に酒飲んでても会話できる人は大丈夫だよ。苦手だわ。なんかね、現実逃避してるようにしか見えないんだよね、酒飲む人って。あと気がでかくなるじゃん、気持ちが。酒ってあれ完全にドラッグだよな。しかも結構やばいドラッグだと思うんだよね。初見さんいらっしゃい。仕方ないっていうか、いや、俺はアルコール飲んでて人と態度を接するっていうのは俺はあんまり好きじゃないね。なんだろう、酒飲んでるっていうものが嫌だ。楽しく飲むとかスマートに飲める人少ないんだよ。さっき大変だったね。6時まで、まあまあ分かんないですね、気分でやってるんで。いや、どうなんだろうな、俺は。酒飲んでも別に構わないけど、なんかあんま、いや、まあ病気だからって言い訳だよな。だってさ、酒飲むって自分で選んだんだもん。で、アル中になるっていう可能性、リスクがあるっていうのはさ、自分が選んでる、分かってやってることじゃん。もうね、病気だよ。だったら病院行けよっていうふうに思わない？だったら病院行けって思う。仕方ないっていうふうには思わないかな、俺は。甘えんじゃねえよっていう。別に何やっても構わないよ。タイマスおうが、しゃぶ食おうが。ただ、周りに迷惑かけんなよっていう。酒飲もうが、タバコ吸おうが。それは本音かな。ていうか、コッペのつまらなさが絶望的だったな。俺、本当にコッペ、大丈夫かって思うんだよね。なんであのスタイルができるんだろう。なんか、喋れば喋るほど、なんか、人が離れていくってすげえなって思わない。なんか、昔もっと面白かったんだけどな。なんであんなになっちゃったんだろう。やっぱ、トークスキル磨かない配信者ダメだよ。過疎生主は絶望的だよ、やっぱり。もう聞いてて思ったもん。
喋るっていうことを仕事に変えるっていうのがいかに大変かわかるよね。技術差っていうか、レベル差っていうか。相手もありがとう。すごいよな。なんでもそうだけど、あれだな。やっぱ、プロでやっていくのって大変だな。草野球だよ、草野球。愛情ありがとう。まあ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 、誰が上がっても処理できないよ、あんなの。なんか論客現れないかね。歯応えのある論客どっかから現れねえかな。いやだからライラが売れた理由わかるよね。まあ言うても数ってるけど、ライラはやっぱその上がってきた時に片鱗みたいなの感じたもんね。さっきので言ったらのぼるさんだよね。のぼるさんは多分絡み方次第で面白いキャラになるだろうなっていう感じはした。座布団さんはコアなファンつけそうだけどね。多分カオス系列になりそう。あとはダメだね。あとは烏合の衆だよ。ありがとう。ありがとう、アイテム。コーヒー買ってこようかな。コーヒー飲みたいな。相手もありがとう。すげえな、47個。一瞬で集まったな。ありがたいな。おい、野間犬さんありがとエクストラさんいらっしゃい。寿司？一人っていいね。ジョイント巻いたらダメだよ。空気清浄機ね、いつ開けようかな。ミーコ、おお、ミーコいらっしゃい、久しぶり。空気清浄機使いたいな。花粉で目がやられてるからな。空気清浄機開けたいけど、部屋片さないとなと思ってて。
はい、まずいらっしゃい。アメリカのタバコ？ プラズマクラスターって書いてあるね。高濃度プラズマクラスター7000って書いてあるから、めちゃめちゃいいやつだと思うよ、これ。高かったろうけど。最近死にたいけど。あ、じゃあターボ上がってきなよ。ちょ、トイレ待ってて。トイレ行ってくるから、死にたいについて語り合おうか。それはコラボで上がって言えばよかったのに。ちょ、ターボ待てる？ちょっとトイレ行ってコーヒー買ってきていい？死について考えようか。ごめんね、みーすけ。のんちゃんにお願いした。テロップ間違ってる？三国志アイテムください。コラボ凸松中、話題は何でも OK。 言いたいことをまとめて、たすまとめてね。はいはい、まとめて、はい、これで OK。 どうぞ。ターボーさんの悩み相談ね。よいしょ。ちょっと待ってね。もしもし。どうも。もしもし、ターボーさんよろしくお願いしまあ、す。お願いします。どうも。何？おいくつぐらいなんですか、今。ああ、今26っすね。26か。ほうほうほう。何？自殺願望があんの？いや、僕、すごい配信、すっげえ配信してるんですけど、配信者なの？そうっすね。はいはいはい。精神がすごい安定しなくて、メンヘラってこと？なんか精神疾患持ってるってこいと？や、今までなかったんですよ、そういうことが、逆に。いはいはい。で、最近すごいなんか、お酒飲んでももう消さずだみたいな。配信中にお酒飲んでも消すばっか来て、で、気づいたら記憶はないと。もうおそうい酒うは好配き信。なの？あ、お酒大好きです。ああ。今までそういうことあんそんななくて、で、最近気づいたことが、お酒を飲まないと精神的に安定しないみたいな、安定剤みたいになっちゃっいや、だて、からアル中でしょ？よく、俗に言う。かもしれないですね。ただそれは、いや、アル中になると思うよ、これから。酒ないと手触れるようになると思うですね。で、自分自身も分かってなくて、よ。で、そのじ、あの、配信者としてもある中で、どういうふうにしていったらいいのかなっていう、すごい、ほうなんほうか。ほう。働いてんの？ 26 いで。や、もう配信一本ですね。配信だけで食えてるの？実際。なんとか食えてます。家は実家？いや、今は、一応旅人というか、ホームレス配信で。ノマドワーカーなんだ。そうですね、はい。何？どういう時に死にたいと思なんだろうね。うの？配信を3日ぐらい開けちゃう時があって、やっぱり、どうしても。なんか、お酒飲んでない時に、ああ、なんか、もうやりたく、配信嫌だなっていう時が、瞬間があって、やらなきゃいいじゃやらないんですよ、その時。ん。3日ぐらい開けるんですよ。やっぱり、開いちゃうんですよね。その時に、あ、自分何してんだろうと。何のために生きてんだろうっていう瞬間があって。生きてるのに理由なんかないよ。だからそう思うんですよ。理由がないからこそ。理由目がな的いっもすないよ。し。いや、目的とか理由っていうのは作るんだよ、ターボーはい。が。で、その目的理由がないからこそ、なんか分かんなくて、楽しいんですけど、どこに楽しさを見出してんのかなっていう。いや、それはさ、ターボーがさ、ワクワクすることとかさ、はい。こう、
苦しいとか辛いとか、その心の喜怒哀楽があるわけですよ。だからそれを楽しむのが人生だと思うよ。昔はあったんですよ。僕、バツイチなんで、昔は、結婚してたんだ。そうですね、のんちゃんごめんね、ありがとはい、生きがいとかあったりとか、フットサルが好きとかあったんですけう。ど、今はもうなくて、もう配信しかなくて。りえこさんね、この凸終わったら上がってきて。生きがいが今ないの？そうですね、探すしかねえよな。これ探す間どうしたらいいんですか？ あ、そ辛いってここなん。と？あれ、しんどい、それそう、しんどいですよ。しんどいから言ってるんで。大体死ぬ人間の、主な根拠っていうか自殺の原因なんだけど、経済的理由と人間関係なの。はい。で、経済的理由をクリアするのか、その人間関係をクリアするのかだと思うんだけど、借あ、金と経か済な的いの？は思ってないですね。持ってない。経済的な不安はない。そうですね。人もう間借関係金は？とかはあった中で、ホームレスを選んで配信してるんで、その部分に関してはないんですよ。人間的にもあるのかなって思うんですけど、正特にない。直、生活自体の安定感もない中で、まあ、自分で選んだ道かもしれないですけど、楽しいか楽しくないかって言ったら、配信つけるのは楽しいんですけど、その中で、俺何してんだろうなと。だ、理由そのはないっ先にて。何があるんだろうなっていう感じ何なんですもよないね。よ。何もないよ。何もない。強いて言うなら待ってるだけじゃ何も起こらない。あなたが何かを、世界に対して何かを変えることはできるの。わかる？世界に対して貢献はできるのね。貢献っていうか世界を変えることはできるんだけど、世界はあなたを変えようとしてくれない。周りはね。っていうか、世界はあなたに興味がない。世界は俺にも興味がない。だから、あなたがつまらないことをやるのか、楽しいことをやるのかしかあなたは選べない。これだったら自分かかりますかね、多少は。何？何かを起こそうと思ったら、やっぱ変わっていくもんなんですかね。いや、そういうもまあん一なん応じゃないの？今ね、起こそうとは思ってるんですよ。一つ考えてて。で、自らね、一歩進まないといけないなとは思ってるんですよ。要は一歩進んで、やってみて、ここで変わらんにゃ、自分の中で、あ、間違いない。答えから言うけど確実に変わるよ。あなたが何かやったら。ただ、プラスなのかマイナスなのかっていうのは蓋開けてみないとわかんないのね。そうですね。ただ、何もやらないと何も起こらないよ。だから、あなたがもし何かをやった時には、いいリアクションか悪いリアクションかわかんないけど、リアクションはある。アクションを起こしたらリアクションの反応はあるから。だから何もやってないから退屈なんじゃないの？死にたいんじゃなくて。俺、本当に死にたい人と関わってきたのよ。今まで。で、自分自身もそういう願望あったけど、ただ退屈してるっつうか、ただ絶望感がある段階だと思ってて、それがもっと深くなっていくと本当に死のうって思うの。だから、そんなに、なんていうのかな、重度な状態ではないのかなっていう判断は、今、話聞いてて思うかな。まだ全然何でもできるし、虚無感とか、自暴自棄になってるんじゃないの？もしかして。どうなんだろまだ変われる可能性はありますかね。う。変われる可能性はあるっていうか、俺はどんな人間でも、一瞬で人間の人生っていうのはひっくり返るっていうふうに信じてるかはい。な。誰でも変わることはできるっていうふうに思ってる。でも、変えることができるのはあなたしかいないのね。あなたのことを変えるのは。だから自分次第だと思うよ。頑張りますか。頑張頑張らりなまくすてか。いいとけりあど、えず、頑張頑るっ張てら、でも、やってみるですね。何でもやった方がいいと思うよ。例えば俺よく自転車で例えるんだけど、
ターボさん、自転車乗れます？はい。片手運転できます？はい。イヤホン聞きで音楽聞きながら運転できます？はい。スマホいじれる？運転中に。はい。できる気でしをつょ？けます。で、自転車生まれて初めて乗った時ってさ、怖くてはい。怖くてハンドルギューって握りしめてフラフラしながら超怖くて何回も倒れたじゃん。そうですね。でもさ、今余裕しゃくしゃくでできるでしょ。そうですね。何でもそんなもんだと思うよ。やるとき怖いだけでしょ。やったらへでもないよ。攻める姿勢でどう思いますか？攻める姿勢すらいらないと思ってる俺は。若い時は必要だと思ってるけど、30超えてから好奇心がなくなる方が怖い。要はね、ワクワクすることとか知ってることが増えてくるのよ、年取ってくると。でも20代ってまだ、多分世間のことを知らないっていうか、知り始める年だったの、俺は27ぐらいの頃。すげえ大人とかかっこいいとか、ライフスタイルとか、こんな生き方あるんだっていうのがどんどん入ってくる時期だから、20代はとにかく俺は人に会ってたね。もう、面白いやつとかに会いに行って、生き方学んでたかもしんない。で、長いわけじゃん、人生って。そうですね。だから、なんつうんだろうな、教科書を作るとか、自分用のテキストを作るために、とにかく経験値広げてたかな。で、マイルールを作り始めたのは、20代後半とか30代入ってからだね。こういう生き方やろうっていう。漠然とはあったよ。20代の時こんな生き方できたらいいなっていうのはあったけど、でもやり方が分かんなかったから、20代の頃って。そうですね。そんな感じかな。でもまあ、死にたいとか考える必要なくて、勝手に死に死たぬいよ。は考えじゃないですよ。死にたいと思う瞬間があるっていう発言を言われたら、やっぱりなくはないっていう感じであるんですよね。今死にたいわけじゃないでしょ。そうですね。いや、思勝う手にか死ぬ思からわ大ないか丈夫っだてよ。いう瞬間があるって言ったら、あーっていう感じなんですよね。なるほど、なるほど。じゃあ大丈夫だよ。死にたいと思っても殺してくんないし、人間の体すげえ頑丈にできてるから、よっぽどじゃないと死なないのよ。で、多分ね、ターボーさんが思ってるよりあっけなく死ぬから、死ぬ時は。こんなので死ぬの？っていうぐらいあっけない。周りが多分これから死んでいくと思うんだよ。先輩、ね、年齢的な先輩が教えてくれるから、こんなに簡単に死ぬんだって思うよ。死ぬ時は。頑張んなよ。生きてる間暇つぶしだから、やりたいことやんな。そうっすね。他人に迷惑かけないで。もう自由だから。自由だから、好き勝手生きな。他人に迷惑かけなくて、自分が、ワクワクすること、苦しいこと、何でもいいから、どんどんやりな。世界中行っちゃえばいいんだよ、そのまま。本当に、大丈夫だよ。和藤さん、ターボーっていう名前覚えておいてください。それは君次第だよ。もっと絡みなよ。もし興味があるんだったら。そうですね。いいよ。お疲れじゃあ様ね。です。ははーい。い。次の方もしいたらどうぞ。どうも。ありがとね、アイテムありがとこういう話がね、いっぱいできたら楽しいのにね。はい、次の方です。もしもし。もしもし、はじめまして、和道です。よろしくおは願じいめしまます。して、りえこです。りえこさん、よろしくお願いします。いつも応援してます。ありがとうございます。
釈迦ちゃんが可愛くて。釈迦かわいいですよ。私、鳥が大好きなんですよ。あ、そうなんですか。はい。親が、チフェとか文鳥とか飼ってて、すごい親近感が湧くんですね。かわいいですよね。かわいい。手乗り文鳥でした？ご実家で飼われてた時は。手乗り文鳥ですね。白ああ。文鳥と桜文鳥かな。かわいいですよね。今は釈迦と、あと、ペコ。シナモン文鳥でした？そうです。シナモン文鳥っていうのペコですね。ペコちゃんですよね。かわいいなぁと思って。文鳥いいですよね。僕も知らなかっうん。たんですよ。文鳥っていう、なんていうんですか、ペットのジャンルがあるというか、インコぐらいしか知らなくて。うん。うん、そうでですも、ね。文鳥かわいいなと思って、もうメロメロですね、僕は。和藤さんって同棲してるんですか？同棲というわけじゃなくて、のんちゃんがよくもう毎日のように来るんですよ、僕の家に。だから、二人で暮らしてるっていうよりも、起きたら必ずいるっていう状態ですね。半同棲みたいな。ああ、そうなんですね。それ前、配信で結婚は嫌いだからしないって言ってましたよね。いや、結婚はね、嫌いだからっていうよりも、僕、幼少期に、父親と母親が別れてるっていう離婚の経験を実体験であって、片親だったんですよ、僕、母子家庭で。結婚に対する不信感っていうのは、子供の頃からありますね。ああ、そうなんですね。私も同棲してるんですけど、彼氏さんと。はい。彼氏バツイチで子供が2人いるんですよ。で、結婚はしないで、お互いパートナーが欲しいから同棲しようってしてるだけなんですよね。だから、結婚することはないですね。今年の、7月で3年目になるんですけど、結婚はしないですね。もともと結婚が僕、社会的な、なんていうんですかね、責任を取る方法だとは思ってなくて、なんていうのかな、あれってもともと家を守る制度じゃないですか。家の、要は男の姓を継いでいくっていうのって、家制度なんですよ。だからまあ今の時代には合ってないのかななんて思ってたりとか。あと法的に言ったら、世帯主の扶養義務と相続義務っていう二つしか、国では、国家では縛っていないんですよ。あれって。だから、扶養も必要ないし、扶養されることも必要ないし、扶養する気もないし、財産で言ったら、僕は財産持ってないんで、のんちゃんの財産を狙ってるような感じになっちゃうんで、僕が結婚すると。だから僕は結婚っていうのは、のんちゃんとは考えてないですね。釈迦が子供みたいなもんですね。そうですね。でも、釈迦のパートナーでオスが欲しいと思って、ペコを招き入れたんですけど、懐かないんですよ、釈迦とペコが。仲悪いですよね。仲悪いんですよ。だから、釈迦のために、ね、男の子、せっかく来たのに、残念だなとか思って。しょうがないですね。恋愛なんで。あれだけ懐くと、ちょっとメロメロになっちゃいますね。そうですね。ペコは、釈迦はもう僕のこと恋人だと思ってるんで。怒ってましたからね、ペコが来てたら。そうなんですよ。要は僕のことを取られると思って威嚇してるんだと思います。ああ、かわいいね。かわいいですね。眠くないんですか？眠くはないですよ。いや、喋れて、すごい楽しかったです。ありがとうございます。またぜひぜひ応援してください。頑張り僕アイテム、無料アイテムもあるので、ぜひアイドルを応援してください。中です。
上がりたい、いいよ、上がってきな。上がりな。上がりたい時は上がるべき時だよ。上がりな。今上がらないでいつ上がるの。はい、ありがとう。上がってきな。もったいないよ。絡もうぜ。初見さんいらっしゃい。ごめんね、あくびしちゃって。初見さんいらっしゃい。楽しんでて。アイテムありがとアイテムありがとね。勝たないと。リーコさんありがとうございました。恋愛禁止だよ。俺は恋愛しないよ、もう。言ったじゃん。しないっていうのはしないよ。散らかってるね、だいぶね。はい、ワード2。次止まらんか。上がっていいよ。赤組さんいらっしゃい。はいはい、まだやってるよ。復縁、復縁ってわけじゃないかな。恋愛禁止だよ。腹減ったよ。上がりたい？上がりたい6で過ぎたらいいよ。上がってきなよ。まあ一人一人上げるから、誰かが上がってる段階だったらちょっと待っててもらいたいけど。ください。もしもーし。もしもーし。もしもし。あ、イヤホンつけてる？あ、イヤホン。コラボつけるときイヤホンマイクつけないと音回るから。すみません、もうちょっとしたら上がります。はいよ、はいはい。イヤホン探して。はい。はい、次の方どうぞ。次の方上がりたい方どうぞ。もし、喋ってみたい人は上がってください。一人ずつ行きます。テイスです。もしあ、どうも。もし。どうも、はじめまして。あれ、なんだろう、片耳からしか音が出ないですね。あ、本当ですか？
なんか、なんだろう、なんか設定おかしいのかな。ちょっとあと音がノイズがちょっと若干走ってて、左耳からしか声が聞こえないですね。あ、今なんかガチャって接触で右に来たな。ヤマハの AG03 使ってます？いや、違いますね。ローランドのクワッドキャプチャーですね。クワッドキャプチャー。ちょっと設定見直してまた来ます。あ、了解です。はい。よろしくお願いします。でね、みんな画面おかしくなってない？大丈夫？細長いよね、なんかね。画面がバグったな。しょうがないか。アイテムありがとう。アイテムありがとうございます。バグっちゃったね。まあまあ、たまに治るでしょ。ありがとう、163。アイテムありがとう。まったりだよ、うちは。いつも。いつもまったり配信だよ。聞こえますか？あ、どうも。あ、やっぱり左さあ、耳からしか聞こえないあですれ？ね。モノラルボタンを押しいや、今なんかいじったのがブッて接触不良で右から音出ましたね。あ、今これで大丈夫ですか？いや、今ダメです。今つまみかなんかいじった時に接触不良を起こしてたんで、なんだろうな、モノラル設定になってますね、あ、今出モノ力。ラルに直したんですけど、左耳からしかやっぱりダ音メでが、すかね。あ、今なんかブッブッって言って右が、今いじってるところっすね。これかな？左からしか聞こえないですね。すいません。もう一回いきます。はい。 あ、僕の方の音、なんだろうね。横長だよね、画面が。おい、モカちゃん、肉まんありがとう。おはよう。おい、母船長、おはよう。
もしあ、もしもし。もし。ダメっすね。まあ、このダままメです続けまか？しょうか。ダメですか？今ちょっとエフェクター外してみたんですけど。あ、今、ブって言いましたね。なんか今触ってるところがなんか接触不良を起こしてる。通常の枠でも左からしか聞こえないとか言われないですか？いやー、っていうか、配信側に回ることがもうこれ半年ぐらいぶりぐらいああ、そうで、なんですか。で、ずっと機材、なんて言うんだろあ、今右から聞こえかけましたね。う、なんでだろうな、マイクなのかな。マイクの接触不良だと思いますよ、多分。ですよね、はい。マイ多分断線じゃないですか。そうかもしれないですね。はい。はい、メインのコードを変えればなんとかなんのかどうなんですかね。な。はい、ちょっと今エフェクター外してみたんですけど、はい。それが問題かなと思ったけど、そうでもなかったみたいですね。なんかブツブツ右から出たり左から出たり、左がメインで右が出たり出なかったりしてますね、今。あー、じゃあやっぱ配線なのかな。はい。すいません、なんかグダグダさせるつもあ、りないいっかっすたよ、んいいっですすよ。けど、ちょっ大丈夫とですか？マイクのボリューム上げてもらうことってできますか？あ、少し大だ丈夫け。ですよ。これぐらいでいいですかね。あ、大丈夫です。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はじめまして、ワードさん。はじめまして。はい、そう、なんかね、ずっと最初から見てて、今。はい。はい、話聞いてみたいなっていうことをいろいろ挙げたんだけど、はい。まあ結局まとまらず、いいっすよ。はい、いいや、行ったれって感じで来たんですけど、はい。はい。まあとりあえず先ほどのカオスな状態はお疲れ様ですっていうことで、はい。もう無理っすね、あれは。はい。で、座布団さん はい。に、まあ、今見てるかどうかわかんないですけど、はい。他人の幕で草まくのはやめましょうっていう。まあでも多分なんですけど、ふわっちの仕え組み上、バンになえ。ええ。るとしたら僕はバンにならないはずなんで。あ、そうなんですね。はい。もしバン食らうとしたら、多ええ。分やってる本人だと思うんで、そういう仕組みあ、なんで大丈夫だと思うんでそうすけなんど。ですね。そこ迷惑かかったらどうしようかなっていうふうにハラハラして見てましたね。まあ僕食いぶちなんで、これが。ええ、はい。そうですよね。そうっすね。はい。はい。まあ、なんかちょっと、まあ、それと、何を聞こうかなっていうこと、一つ思ったんですけど、はい。これ、僕だけが来たんじゃなくて、聞きたいリスナーさんもいるんじゃないかなっていうことで、何でも答えます。はい。若干、ちょっと和道さん的に NG な部分はあるのかなと思うんですけど、僕 NG の部分2、3個しかないんで、 NG の話題って多分それにならないと思います。孫子が絡んでくるんですけど、NG だああ、と。大丈夫です。あ、大丈大夫です丈か夫でね。す。はい。孫子さんの方の枠、まあ、たまにちょこちょこ見てまして、はい。で、たまには、和道さんの話題が出てくるんではいすはよいはい、ね。らしいですね。はい。で、まあ、孫子さん側の言い分っていはい。うものしか聞いたことがなくて、はいはいはい。何ではい。も答えますよ。なんか、昔、まあ、仲良かったと。うん。何があって揉めたんですかっていうことを聞きたかったんですよね。ああ、揉めたというよりも、ええ。僕の印象ですよ。はいはいはい。ふわっちに来てから急に誹謗中傷されるようになったから、はあ僕もはわからないっていう感覚です。あはあ、あ、そうなんですはね。い。で、その誹謗中傷内容、僕がちょっと勘弁してくれよっていう内容っていうのが、ないことだったんですよ。完全に。で、明らかにその印象操作を仕掛けられたんで、もう付き合いやめるわっていうのが理由ですね。ああ、ならまだこれから先にひょっとしたらまた絡んでくこともあるかもしれないぐらいの。僕は全然、だから彼が本当のことを喋ってくれて、あれは嘘だったんだっていうことを言ってくれるんだと全然絡みますよ、僕。彼のこと嫌いじゃないですから。はそうなんですね。い。っお互いが彼のことは嫌いじゃないっていう話をしながら。ていうか、僕からしたらなんであんなこと言ったのっていうだけです。はい。あ、そうなんですね。はい。これちょっと少し謎だったんですよね。なんか、孫子もリスナー多いじゃないですか。で、結構そう質で問す来るんでね。すよ。で、なんでその向こう話題にあげて、和道は話題あげないのって。いや、俺絡んでねえもん、最近っていうだけで。うん。はい。あ、そういうことだったんですね。うん。まあ要まあまあ。は、僕が一個気になってる部分っていうのは、一個だけで、不正受給の指南、要はアドバイスをしてくれっていうふうに言われたって、彼はずっと言ってるんですよ。
はいはいはい。だけどそんなことなくて、実態は、配信彼が辞めてた時に、ベンチャーを立ち上げてたんですよ。で、アドバイスが欲しいっていうのと、要はサイトでワドの名前使わせてくれって言われてたんですけど、そのやつがこけたらしいんですよ。金銭的なはいトラブルらはしくて。はははは。で、まあ残念だったねっていうことは言ったんですけど、そこでなんか不正受給の仕方をレクチャーしてほしいとかずっとされたって言ってたんですけど、僕絶対性格的にそんなことしないんですよ。だからまあそれだけですね。まあ彼そにこ対も、して不信感があるのまあまあ確かに、は。はい。不信感が出る、うん。誰に対しても不信感は出ますからね。出ます出ます。というよりも、僕、彼との会話の中で覚えてるのが、彼が不正受給の口座用意してあげるよって言われてるんですよ。だから僕からお願いしたわけで、それを断ったんですよ、僕。だからそれをなんか誤解してるんじゃないかなっていう。彼から言い出してるのは事実なんですよ。要は彼、法律とか詳しいし、ケースワーカーかなんかの資格持ってるんですよね。そう。で、口座こっちで用意してあげるから、そういう裏っ引きもできるよっていう提案をされたんですけど、僕断ってるんですよ。それ不正受給で逮捕される案件だからやめとくって言って。ちょっとした行き違いからちょっとこじれてってる感じでいやすいや、ね。もう完全に敵意ありましたね。あのあ、そう当時ですのか。彼っていうのは、はい、それだけじゃなくて結構いろいろ言ってたんで。そうなんですね。ちょっと僕の中での謎が晴れました。まあそれだけなんで。はい、あ、了解です。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。おはよう。のぼるさんおはようございます。のぼるさん今度コラボしようね。なんか絡んでみたいわ。映像が直らないね。みんなおはよう。アイテムありがとう。やっぱ損失関連の質問結構多いんだな。なんか最近よく聞くよね。彼名前出してるんでしょ？俺の。俺の中では白血病で死にかけて病院にいるっていうところで止まってるからな、孫子の話題。あ、こちらこそ、香港親方さんありがとうございます。はい、ワドツ。申請いいですよ、全然。順番、一人ずつにしました。一人ずつあげるんで、話してみたい方は要点まとめていただけると嬉しいです。はい。あ、ロムリー了解。ロム線大歓迎ですよ。アイテムありがとね。誰だろう。もしよかったら無料アイテム配られてると思うんで、ぜひぜひお願いします。孫子って誰？ごめん、知らない場合は説明めんどくさいわ。孫子っていう配信者がいるの。のぼるさんどうも。どうも。もしもし。あ、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いしあ、ます。のぼるです。野村さん、ごめんなさいね、さっき全然絡めなくて。いえいえ、そんなことないですよ。はい。今、他の枠で、はい。絡んでたっていうか、誰と絡んでたんですか？誰だっけ、女の人なんだけど、うん。たら、5、6人、5、6人、4、5人かな、はい。男の人が枠囲んでて、はいはいはい。集中砲火浴びて、もう、沈没寸前さ、もう、船体が45度まで傾いて、もう全対比の状態の時に、戦艦ヤマトが現れてきて、して、我々を救って、主砲一発でね、撃沈したわ。大丈夫でした？救われました、ヤマトに。救われた。あとああ、ね、よかった他でのす。ね、はい。雑魚船もなくなった、自然に。なんか、よのかっぼたよるかっさんた。いい人そうですよね。なんか、人柄が顔に出てますよ。喋り方と雰囲気で。あ、そうですか。ありがとうございます。なんか、いい人そうな雰囲気で。さっきまあ、も、なんかあれ。基本、なんつうの、アンチ嫌いだから、はいはいはい。
おいくつぐらいなんですか、のぼるさんは。はい。孫に見られたの。ワドさんからすると何歳くらいに見えるんですか。3、40代？ 30 代後半から40代ぐらい？中盤かな？ 30 代中盤後半あたりから40代前半ぐらいかな。あ、そうだ。あ、嬉しいな、そうやって言ってもらえると。ありがとうございます、逆に。あ、仕事じ、あの、じ、自営業っていうか、自由業やってるから、さっき話したけど。はい、言ってもおっしゃってましたね、建築業界で働いてるっていうふうに。それで飯食っていけたのかな。若い者に働かせばいいかな。ここ2、3年バブルじゃないですか？バブルでもないよ、こっちの地域は過疎だから。あ、そうなんですか。東京とかちょっと建築うまくいって、あと福島の方ですよね。被災があってから。向こうでバブルあって、オリンピックバブルでこっちはあって。いやー、でも建築業界はこれからじゃないの。あ、これからですこれか。からか、これからが、忙しくなるのかなっていうのは思うけど。だから、俺らみたいな、そういう道民とかっていう人間っていうのは、やっぱり向こうに行って仕事を見つけて、食っていくようなスタイルになるとは思うけど、北海道なんですか？北海道ですよ。北海道札幌市ですから。あ、いいっすね、いいっすね。まだ寒いんじゃないですか。寒いよ。ストーブされでてす。るよ。ですよね。もうこっちようやく春になってきて、暖房いらなくなってきましたよ。なんぼいらねえっていうね、考え方がね、ないっすもうよこっね。ちの世界では考えられない。ですよあね。りえない。もうとにかくもう寒くて寒くて。なんかユウさんが凸上がりたいみたいなんで、一回、順番にしてもいいですか？ゆうさん、久しぶり。ゆうしえ。ゆうさん、いいよ。知ってるよ。了解です。ちょっと一人一人話するようにしてるんで、のぼるさんにじゃあ一旦落としますね。ありがとうございます。失礼します。はい、次の方どうぞ。はい、順番に上げてくんで、一人一人お願いします。上がってきた順番で、凸上げていくんで、申請出してください。早いもん勝ちでいいっす。よろしくお願いします。はい、アイテムありがとう、おはよう。無料アイテムぜひ配られてるのをいただけると嬉しいです。肉まんありがとう。肉まんありがとう。おはようございます。ああ、モグリンありがとう。フォローもよろしくね。フォローよろしくです。フォローだけしてくれると嬉しい。ツイッターもね、フォローよろしくお願いします。この画面のバグ直んねえのかな。はい、どうよし、も。おはようございます。おはようございます。おはゆうようございさまん、こんにす。ちゆうさん、は。こんにちは。こんにちは。はじめまして、和藤さん。よはろじしめくおま願しいして。ます。よろしくお願いします。近いかな？ですね、大した話もないんですが、はい。
この前のあれは感動しました。カズさんでしたっけ？マドさんの放送を見ながら出産をしたっていう。数ですね。はい、見ましたね、あれは。はい、感動感し動ましすましよた。ね。ははい。はい。僕もね、相手がいないんでね、できないですけどね。い。カズとはい。は2回ぐらい会ったことあるんですよ。あ、そうですか。2リア回ルかでな？すえ、か？2回じゃない。3回か。3回あ、か4回会ってるかな。ええー、そんなにあるんですか。そうです、そうです。ええー。じゃあ、喜びもひとしおだったんじゃないですか、やっぱり。いや、嬉しかったっすよね。無事でにすよ出産でね。きて。はい、はい。旦那さんとも会ってるんで。あ、そうですか。へえ。で、僕の方なんですけど、でね、6時からって言ってたのは、実はね、入院してまして、今、あれなんですか？病院からなんですか？そうです。で、6時になんなきゃ電気つかないので、なるほど、なるほど。はい。すいません。いえいえ。で、定期健診でいつも1ヶ月に1回来るんですけど、で、その前の1月分が、あれ？音途切れだ。もしもーし。もしも、停止です。音聞こえますか？リスナーさん。あれ？音聞こえます？リスナーさん。聞こえてる？これ落ちるな。なんだろう。音途切れたブツって、急に。和藤さんの声は聞こえる。俺の声聞こえる？ラグはどう？ちょっとラグってのは何だろう。